今日もまたこのスタジアムに新たな歴史が生まれるんでしょうか。試合開始までこのままお待ちください。 EA TV がお送りします。サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日もサッカー中継をお楽しみください。スタジアムはすでに大勢のサポーターで埋め尽くされました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ノックアウトラウンドのこの一戦、福西さん、会場はすでにこの雰囲気ですから、すごい試合が期待できそうです。次のラウンドに進むためには相手を倒すしかありません。両チームとも全力を尽くして戦ってくれるでしょう。ここは目の離せない試合になりましたね。ホームチームの先発をご覧ください。 4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。こちらがジュニアズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。前半キックオフです。ディア、ディフェンスが冷静に処理します。取り返しました。待ちに待ったデビュー戦ですね。福西さんはこの選手の何に期待していますか？センターバックには安定した守備を求められます。簡単な仕事ではありませんが、この選手ならディフェンスをうまくまとめられそうですね。チームの守備をどこまで改善できるかに注目してください。パティ、このボールは止めただけ。クリアできるか。決まった。ゴール。ハーフボレーで合わせました。圧巻のシュートにスタジアムがどよめいています。リプレーです。まさにゴラッソですね。完璧なタイミングのハーフボレーでした。あれはキーパーも反応できないでしょう。
中央にクロスが上がった。ここはクリアして危険を逃れます。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。フレッド・オニエ・ディンマン、サイドが空いています。いいクロスが中に入った。前に出しましたが気を抜けません。ドリブルでの持ち込み、ここで相手ボール。フレッド・オニエ・ディンマ前に運んでいます。いいところにクロスが入りました。危ない場面でしたがクリアしました。ゴールキーパーが楽にセーブしました。遠目から思い切って狙いましたがわずかに外れました。強烈なシュートでした。この選手なら十分に狙える距離なんですね。さて間もなく前半も終了というところ。ここまではジュニアーズが僅差でリードしています。同点で前半を終えるか、僅差とはいえリードして終えられるかでは大きな違いがあります。とにかくこの1点をしっかり守ってハーフタイムを迎えたいですね。サイドのスペースを使ってきました。いい攻撃を見せましたがここでボールを失います。パティ、ここで前半終了のホイッスル。この選手、今日は調子が上がらない印象ですがいかがでしょうか。相手に読まれているのか、脅威になるシュートを打てていないですよね。攻めが単調なのが相手に追いつけない原因でしょう。後半戦のキックオフです。前半はジュニアーズが1点リードして折り返しました。フレッド・オニエ・ディンマゴール前に入ってきました。中で待つ味方に通してきました。これはゴールキーパーが処理、シュートが正面でした。試合前にニュースがありましたがアストンビラが選手を獲得しました。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。
いいパスが通った。これは前を見たい。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。ファティ、ディア、あっとかわしました。マイナスのクロスだ。シュートは枠の外。交代選手がピッチの枠に待機しています。自陣内でプレッシャーを受けています。中央の選手を狙ったクロス、おっと副審が旗を上げました。これは得点になりません。今のがオフサイドですか。厳しい判定ですね。このタイミングで選手を変えてきました。キーパーは焦ったんでしょうか。ボールは相手に渡りました。This is a message for Tyler Berry. That's Tyler Berry. Can you please make yourself known to the nearest steward? Thank you.ジュニアズのコーナーキックです。エリア内へ向かうか。しっかりとクリアしました。フレッド・オニエディンマ、これは先ほどの怪我の影響でしょうか。最後に同点のチャンスがやってきました。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。後半の45分もそろそろ終わりが見えてきました。今のところ試合をリードしているのはアウェーチームです。僅差ですから残り時間を考えてこのままうまく試合をコントロールしてほしいですね。
相手が焦って前がかりになってきたところにカウンターを決められたら最高です。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。フレッド・オニエディンマ、ボールを失った。アディショナルタイムとして3分追加されました。ここはフリーキックです。直接狙え。距離ですね。両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。直接ゴールを狙ってくるかもしれません。守る側は何人壁に使ってくるでしょうか。終了です。この結果チームはノックアウトステージの次のラウンドへと駒を進めました。いやー、最後まで目が離せない、手に汗握る一戦でしたね。最後はなんとかリードを守りきりました。こういう試合で勝ちきれるチームは強いですよ。次のラウンドも期待しましょう。